昼になりました。さあ今日は宮島サービスエリア上り線に来てます、泊まってます。はい、ということでね、いろいろ見てきたんですけども、高いね。穴子飯とか牡蠣飯とかああいうのしようと思ったけど、1800円とか1590円とか、いや買えないことはないですよ。はい、お財布の中それぐらいはまだ入ってますんで、こんな私でも。でもさすがにちょっとなんか気持ち的に無理でした。はい、なのでこちら、これも高かったよ。これ、ね、650円です。はい、炙り穴子いなり、炙り穴子いなりということでね、4個入って650円と、まあこれだけじゃ足りないので甘いものね。はい、すごい組み合わせでしょ。ということで、じゃあ早速いただきたいと思います。まずは甘いものからね。私は甘いものから食べるので、誰の真似とか言っちゃいけませんよ、今の。美味しそうだね。あ、いただきます言うの忘れてました。いただきます。いただいてます。美味しいね。うん、あの定番のいちごスペシャルだったっけ、あれもあったけどね。うん、うん、疲れた体には甘いのが一番だね。うん、あ、おいしい。しみる甘いのが。これはね、あの歯がない人でも食べれるね、今思ったけど。うん、あのね、カキフライバーガーとかが900円でバーガーセットが売ってたんですけど、あれ全部あの店内で食べるやつだったんで、マックみたいにあのお持ち帰りじゃなかったんでね、本当はあれが食べたかったんですよ。うん、人が多かったし、ちょうど今12時半で昼時なんで満席で、うん、やめました。うん、じゃあ行ってみようか。あ、嬉しいね。何が嬉しいってね、まあ爪楊枝も入ってますけど、そう、穴子専門春月、割り箸がかっこいいね。はい、爪楊枝も入ってます。ありがとうございます春月さん。あ、ちょっと割り方がしくじりましたけど、これが入っとったガリが、あーもうこれ最高でしょ。味感のガリが入ってました。
久々にガリ食った。甘いもん食った後のガリ最高だね。はい、あ、炙った香りが、稲荷さんです。お稲荷さんです。アナゴはどこにいる？あ、アナゴの骨を感じた。うん。あ、アナゴの風味もするちゃんと。あ、ちっちゃくなって入ってるねアナゴが。うん、入ってました。もうちょっと大きいのかと思ったら、うん。このガリぐらいに砕いてある分が入ってんかと思ったらもっとちっちゃかった。あ、しっかり裏側まで閉じてあります。僕がだいたい想像する稲荷はパコッとかぶせとるだけ。こう下までしっかりくるまれたのは初めて見たかもしれない。あ、入っとる入っとる。うん、大きいの入っとった。うん、ガリがうまい。ガリなんて回転寿司屋さん行かんと食べんもんね。とかってさ、あの、お腹を満たすために食べるもんじゃないよね。やっぱ食を楽しむために食べるもんでしょ、アナゴとかっていうのは。うん、骨がすごいある。炙った香りが、風味がいいね。うん、あ、うまかった。よし、じゃあ飯食ったんで、はい、出発したいと思います。本日は宮島サービスエリア上り線の、サービスエリアで、アナゴお稲荷さんをいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。